参加する、新電力会社も含めた原発を作っていない新しい市民電力会社からも全て電気料金に廃炉作業を乗っけることになったらしい。この1週間選挙後にやつらやったことする。そう、すごいよ、すごいよ、この1週間その記事書いてて、え、これもこれも発表するって。中間貯蔵施設廃炉費用は新電力会社のところからも取る。あとは何だったっけ。新電力会社っていうのはその他の電力、そうだよ、原発作ってなかった人も新しく今回の2016年以降の新規参入組からも取るっていうこと。フェアじゃないでしょ、もともとドイツだって関係ねえじゃん、関係ない。あんたらがやったもんな、お前は勝手にやったんだ。なんで私らが最初からなんか面倒見なきゃあかんねんっていう状況を作ったりとか、自民党が選挙終わった後に発表したことの、あと再稼働、新設原発、新設もでしょ。大間原発っていうのが青森にあるんですよ。でフルモックス型っていう今まで世界で誰もやったことのないプルトニウム燃料も混ぜた、全部プルトニウム混ぜた燃料でどこも成功してないやつなんだけど、そこの安全審査を、申請してもいいですよという許可が出ます。なんで工事、あれ朝子ハウスのとこ、朝子ハウスのとこでママの約束上映会しなきゃと思ってるんだけど、朝子ハウスがちょっと今最近ハガキ送ってる人いないのか、送ってんのかな。みんな私書いた記事に住所載けた、手紙送ってくださいって。また送んないで。でも朝子さん、私ツイッターで話しかけたけど、あの娘さんからまだ連絡が返っていけない。でもあ、そっちの運動ともつながっていきたいような。いやでも今までやってたことをこうみんなでやらないと、うん、もうバラバラじゃやっていけない、うん、でもなかなか縄張り争いが難しいよね。縄張りとか言ってる間にも人材が汚染されてしまうではないかと思う。でも時間も気にしながらやらなきゃいけない。次忘年会もあるんですよね。もうそろそろこれ片付けない。じゃあ片付けない、はい、じゃあ DVD とか買っていただける方に買っていただいたり。ありがとうございました。ありがとうございました。続きは忘年会。はい、これあのよかったら持ってってください。フリーで釣っちゃったので配りつつこんな話題があるよとか。あ、じゃあいただきます。あ、ありがとうございます、はい、どうぞ。あとこれも釣っちゃってよかったら。じゃあ忘年会で渡したら、はい、もちろんです。 DVD を欲しい方はお一人でしょうか。これが740円です。本当だよ、井口さんとね、北村さんがね、芸能界から呼んでもらった。あ、大変なんだよ。いやあれはお財布、お財布。あ、それまだ回ってる、中入ってるかな、入ってます、回ってる、回ってる、まだ回ってる。あ、そうか、それを取らないよね。よいしょ。でもね、私とてつもなくなんか大事なタイミングで大事な人にすごく会えた気がしてるんですよ。太郎さんのこの選挙の時もさ、すごくない？そのいろんな人に会えたのは神のご加護があるからかなとか思ったりとか。声が死んでる。はいはい、では君も。母ちゃんもなんかこれ乾燥して朝から風邪気味だ。風邪気味だ。大丈夫。どちらからの？ナレーション良かったね。ナレーション良かったよ。あ、そうなんですか。そうなんです。一緒に来ないと。一緒に来ました。じゃあそれ忘年会あんまり長いせず、この子たちは。うんうん。ちょっと早かったよ。ちょろっと出て、なんかせっかくなんで最初に挨拶させてもらったら。あ、ありがとう。うん、それはじゃあ DVD で来ないんで。あ、じゃあ、3000円いただい、あ、いくらかかったっけ？ 3000 円でもいいですか？お釣りです。あと1枚ある。あるよ。何がお釣りを出したいのだが、お財布とかどこにあるかがよくわかんないという状況なので、自主上映する場合は1人500円もらって、はい、でどうしたらいいんですか。1500円とかもらってもいいんですよ。ただ私に500円を、この口座に払えばいいんです。
しようか、ここね。はい。じゃあ、1000円もらって、そのうちの500円を人数分かけた分をお渡しするんだよね。はい、で、このチラシが必要だったら、うん、ここの下だけすれば使えるチラシがあるので、それをお渡しすることもできます。ちょっと待ってくださいね。あ、ガザのやつ、それ、ぜひ買ってあげてください。映った。どうしよう。で、古村さん目が赤くなってる。あ、映ってください。740円だから、260円を。コーヒーだな。こういうチラシを作ったんですね。これがあればいつどこでやるっていうのをプリンターで作ってプリントすればいい、便利じゃないですか。じゃあこれを返ししておいて、これを返ししておいて一部だけ。何度ぐらい使います？キャパかな、入るのが30分やろ。あ、すみません、はい、あ、初めてではないですかね。ですか。いや、初めて。水飲んだ。水飲んだ。あ、頂戴します。またよろしくお願いします。え？ココアも飲んだ。僕エネルギーの話にここ一回来たんですけど。あ、そういう時は何だった。あ、じゃあ初めてです。それ何を買ったの？あれ、ちょっと待ってください。あ、なんか私、ジャスト。ジャストで、はい。よく、まあ、いろいろ荒削りだけど、子供いる中よくやってると思います。これ、定価を決めてないんですけど、これを例えば100円とか300円とか、なんかこのぐらいいるから300円とかで DVD にプラスして払ってくれたらいいんじゃないですか。それで足ります。足りる。足りる。じゃあこれが200円か300円でいいかな。こんな感じ。300円って言えば、このこのチラシをあげるということです。あ、まあ、チラシをいただける。これに僕が印刷して1000円とか決めて、そうで人数分かけた分を、はい、やると、うん、一からチラシ作ると大変じゃないですか。じゃあ400円もらっていいですか、チラシだけ。そしたらこれが3000円で400円で、これが740円だから、3,440円。そうすると、すごい、もう最初のコストゼロでできる。高知にもあるんよ、潤滑ゼロの会。高知でもぜひやりたいな。湯沢町のことも取り上げてるし。毎月11日に、はいはい、その原発の勉強会やるんだけど、はい、高知は針前橋、はい、そこもちょっと声かけてもらいたい。ありがとうございます。知らんけど。はい。あの辺りもないですか？あ、ありますね。じゃあお店に買っていただく DVD は、これでいいのかな。終わっときますよ。はい、うん、まあ、もし日にち変えて一回やっていただいたら、そうですね。
かなかなか使ってください。はい、ありがとうございます。収賞をお願いします。はい、じゃあ送ります。すみません。いえいえ、イベントの時にありがとう。じゃあ今お金いただきました。まだ1000円お釣り、1000円お釣りを、そうだ、1000円ともうちょっと細かいのが必要だった。いや、4140円だろ。はい、で5000円は5140円渡したね。1000円返してくれたらこれで。はい、わかりました。ありがとうございます。頑張ってください。そうですね、頑張ります。もうちょっとね、ランクアップするために日々努力を怠らないようにしようと思ったり。またフェイスブックでリクエストして。Facebook で私大人気でね、あとね、多分8人ぐらいしか友達になれないから、メッセージ付きで送ってもらえたら、あれ5000人までなんですよ。あ、そうなんで、今9992人とかだから、わかんない。で、なんかいっぱい承認してくださいって来てるんだけど、もうメッセージもらって、この人って分かった人じゃないとやめようかなと思って。なんでメッセージ付きで今日買いましたとか。はい、ありがとうございます。ドキュメンタリー撮ってきて、あの2人撮ってきて、あの2人ちょっと待って、うちのミキティ撮っといて。あ、そうだそうだ、ちょっとママの約束2やろうよ。ママの約束2やる、やろうやろう。それは立ち上がる全国の人たちって感じ。そうそう、この今選挙戦のもう2始まってる、もう始まってるんだよ。始まってる。じゃあママの約束、さっき1の上映やりながら2のお金集めあ、そうしようか、いい考えだ。そうしようか、2やろうか、2をやろうか。始まってる。私ダサいことにこれ電源が、テナントもないんだろ。なんか、あ、ここだった。音ホマンミキティさん、今日はじゃミキティさん、何を聞く？イベントがあったの、中止だったの、ちょっと音をちっちゃくしてもらう。出馬への意気込みとか。いや、意気込みは本当になくて、まあ、本当に言ったらもう、ね、決められていることに従うしか私はないので、はい、でもそれ人前で言わん方がいい、ね、なんか夫に言われて盛り上げてるじゃん。いやいや、そういうんじゃないの。いや、うん、夫じゃないの、言ったら、まあ、なんか見えないものというか神なんだけれども、神っていう存在、まあ、神様に言われたものはもう、でもまあそれをね、みんな履き違えて黒かって言っちゃうかもしれないけど思っちゃうかもしれないんであれだけど、まあ、それはまあ自分の本当の、まあ、信じるも信じているからこそ、もう決められたも、まあ、決められたものはもう受けていくっていうのはもうそれはもうどうにも変えられないし、その自分からなんか牽制をどうにかしてやろうっていうことよりも、本当にやっぱりなんていうかな、そう、声なき声じゃなくて、まあ普段本当友達とかと喋ってる中で、なんかこういうふうに思ってるんだよねとか、実はこうだけど、まあ言ってもあれだしねっていう、なんか諦めながら、こうお母さんとか、まあお母さんじゃなくても女の人たちがそういう感じで生きてて、そういう中で子どもたちも育っているって思うと、本当なんかちょっと子どもたちのそのなんかこう将来がそういう意味でも不安に思っちゃうというか。なんか、まあ、女性はね、そういうふうに生きるしかないんだという、そう、そういうふうに生きるしかないんだよっていう諦めですよね。なんか積極的に生きてないっていうか、なんかやっぱ旦那さんがいて、それの顔色を伺って、まあ、旦那さんよりもその旦那さんの親御さんの顔を見ながら、なんかこう生活しなきゃいけない部分が多かったり、田舎は特にやっぱ家柄とかね、やっぱそういうのもあると思うので、なんかそうやってなんかこう、まあ、で自分が言ったことに対して、まあ軽んじて見られたり下に見られたり、だからまあ私はまあもう言ったってしょうがないんだから言わないで生きていくのよみたいなの、もう普通にコミュニケーションを取る中ではそういう話はまあもちろん出てくるわけじゃないですか、ボロッと。でそれは別に女の人だけじゃなくて、実は男の人もそうで、やっぱりそうやって小さな町の中に住んでる中で
やっぱりちゃんと物が言えない大人の男性とかももちろんいる、まあそれもだから権力があれだったり、まあね、なんかうまくいかないんで自分が新しいことを言ってしまってはここの場が崩れるから言えない人たち、本当は こんな組織じゃいけないから改革したいって思っても言っても、まあ、すぐ叩かれるので、うん、それ以上のことはもうよう言わんからもう二度ともう何も言わんみたいな、もう大人の男の人でもそういう感じなんですよね。なんかそれって、まあ、もう本当女性だけの話じゃなくて人間としてちょっともう不健康というか、なんかこうやっぱり辛い状況だし、それが結局子どもたちに伝播していくと思うと、それはちょっとなんか未来がないというか、うん、また同じ繰り返し、歴史の繰り返しをするだけっていう、歴史は繰り返すためにあるんじゃなくて反省して次に生かすためにその歴史があるんであって、うん、繰り返すものではないと思うので、やっぱそこで誰かが立ち上がんなきゃいけないよねとか、誰かがなんかこう舵切ってくれたらいいのにってみんな、もちろん私もそうですけど思ってる中で、でも普通は出ないじゃないですか。で出たり表立ってなんか声かけたりっていうのはなかなか難しい。でもまあそれをまあ それの機会をまあ、うん、与えてもらったというか、まあもしできるならもうそれはもう私ぐらいしかないのかなというか、まあ言ったら本当に地元の人はやっぱり物が言えなかったり辛い思いをやっぱ地元だからこそさせられてるっていうのもあると思うので、まあそういう意味じゃ よそ者というか、まあなんか客観的にものを見れるし、まあ割とわーってコミュニケーション取るのも好きだしというか、まあ、ゆったりもする方なので、こういうキャラクターだっていうのも周りの人もまあなんか分かってくれてるし、まあ、そういう声を本当に純粋に集めて、やっぱりなんかこういう声があるってもこんな私でも立ち上がらなくてはいけないぐらいの社会になってるっていう危機感で、いや本当にもうどんなところが危ないって、今の社会のどんなところが不自由だったり、どこがおかしいと思うんですか？まあ、様々ですが、まあ、単純に言ったら、まあ、原発の問題とかももちろん、まあ、そうなんですけど、私も新潟出身で、まあ、原発立地県なんですけど、まあ、そういうのもあって、まあ、福島の原発事故もあって、まあ、四国に来たけれども、四国も原発あるんだ、愛媛も原発あるんだけど、あまりにもその意識の低さと、あとやっぱりその危険なものだったり怖いものだったり危ない、あ危険、うん、危ないものだったり、あとなんかやっぱどうにか改革しなきゃいけない、変えていかなくちゃいけないっていう時に、みんなの心がまあこのまま、まあ今なんか このままなんか生きてるからこれでいいやって思ったり、あと何て言うかな、こうまあ言ったら自分がこうした方がいいんじゃないって言ったことで、まあ輪が崩れるのを恐れていたり、もうなんかこうそういうふうに思ってしまうがゆえに、もう何も考えたくないっていう、もう思考を停止させてしまうというか、そういう人が多いなと、まあ都会でも田舎でも多分そうだと思うんですけど。だからその過剰に空気を読むというか、うん、ここではこういう意見しか通用しないから、 それに反するような意見はもう言わないでおこうと。もうそれはもう今の、まあ、その国税と全くまあ一緒です。まあ、その縮図がまあ自分たちの生きている自治体というか、生きているこの社会なんですけど、小さな社会でもそれがあるから国税でもそんなことがまかり通るんだと思ってるんで、うん、だからやっぱその小さなところからやっぱりそうじゃなくて、みんなが意見出し合って、まあ、喧嘩もするかもしれないし、分かり合えない部分もあるかもしれないけど、でもとりあえず意見を出し合ってなんかいい方向に行こうよっていうのを小さいところから始めたいですよね。なんかやっぱそれがないというか、みんなやっぱ怖いっていう、なんかされるんじゃないかとか、まあ噂が回るんじゃ、まあ実際噂は回るんだけど、すぐに悪い噂だけは早いんですけど、やっぱそういう噂になりたくないとか、矢面に立たされたくない、静かに穏やかにこのまま生活したい、まあそういう
まあそれで今は大丈夫なんだけど、多分このままじゃそんな生活もままならない、みんなこのまま穏やかに生活できるわけないと思うんですよ、このままの状態だったら。本当に、まあ、戦争なのか、まあ、他に経済の破綻で本当にみんなも造船会社も全部潰れたりとかして、もう本当に若い世代のお父さんお母さんももう生活困窮するかもしれないけど、今はまあそうじゃないんです、そんなことないよって思ってるんだけれども、なんかやっぱまあそういうのにも危機感をすごい、今のまんまが続くよねってなんとなく不安って思ってるっていうのが、そういう危機感のなさが怖いというのもあるし、多分ね、あまりにも怖いんだと思うんですよね、逆らうことがね、そう、もうだから遺伝子レベルで組み込まれてるわけですよ、その先祖代々というか、意見言うことがもう恐ろしいことなんですよね、お前なんでそんな意見言ってるんだと、もうすぐちょっと袋叩きになったらもう、はい、分かりました、すいませんってもう言いませんっていう、もうそれでもう回ってきてるわけで、まあだからってね、わーわー言いたいことだけ言うっていうのでもないと思うんですけど、もちろんでもまず一歩は考えることっていうのを諦めすぎてる人が多いなって、なんか実感として生活しててあって、人の話だったり実際コミュニケーションを取る中でもう考えることを放棄してる人が多いんですよね。それがまず怖いというか、その将来子供たちがそういう人たちに育てられていくっていう、まあ反面教師はもしかしたらめっちゃ考える子になるかもしれないけれども、でもお母さんとしては多分それって本当に幸せ、お母さんとして女の人として人間として生きてる時に幸せなのかなって思うんですよね、本当に自分で振り返った時に。まあ、おそらくね、こう考えるとね、まあ、みんなとは違う意見を自分は持つかもしれないと、それは怖いわけですよ。いいんですよね、本当に違う意見を持った時にそれを言ったら絶対叩かれると、それは怖いから、もうそんなんだったらもう最初から考えずに、みんなと同じ意見だっていう、態度をずっと取っとこうと、まあ、そしたらもう考える必要ないというか、考えたらダメなんですよね。やっぱまあ、男性の人とはすごいコミュニケーションを取っているわけじゃないので、ちょっと把握しきれないところもあるけれども、女の人は本当だからその勉強、こうなんか勉強しようとか、ちょっとなんかこういうの学ぶっていうか、なんか、まあ、勉強会しようよとかっていう、まあ、その勉強会とかって割と都会だったら、まあ、なんかいっぱいいろんな勉強会だったり研究会だったりとかあったりするじゃないですか、小さい市民の団体でもありますよね。でも勉強会っていう、勉強っていうフレーズが出ただけで、あ、勉強って聞いたらもうなんか頭痛くなってくるみたいな、なんかそういう感じで実際言われる方もいたり、もうその学ぶとか勉強っていう言葉にアレルギーがすごいですよ。だからもう完全にもう考えられなく させられているというか、学ぶことに楽しみがもちろんなかったのかもしれないけれども、そのなんか学ぶっていうこと自体がもうなんか嫌なんですってなんか、まあ、あの愛媛って教育圏って聞くんですけどね、その教育というのと、市民が自分たちでこれは何か問題じゃないかということで、まあ、学ぶことは全然違うんですね。お上が決めたことに対して従っていくっていうところはむちゃくちゃ強いと思う件なので、やっぱその自分たちで自発的に何か考えて行動するっていうのが極めて難しい県だなっていうのは、いろいろ県の事業とかを見ていても感じますね。ここ本当、まあ、4年目住んで4年目ですけど、年々明らかに なっているというか感じるところはありますね。まあ、その重苦しさというかね、それを皆さんに訴えはったらね、多分同じこと考えてる人多いと思うんですよね。ワイルドに訴えていくっていうのは、あんまりわーって別に言おうとも思わないんで、やっぱりまずコミュニケーション取りたいっていうのがあって、そのコミュニケーション取るってことがすごい大事だったり、自分も楽しくなったり、それが別にガリガリ勉強しなくても、それが、まあ、コミュニケーション取るだけで学びになるっていう、ことをまた純粋に気づいてほしいというか、そういう気持ちなんですよ。対話ですよ。そうなんです。対話でいろんな話をね。結局対話してないんですよね、皆さん。なんか、なんか向こうの方で文句言ってるんだけど、その文句言ってる人たちって対話してないから文句言うんですよね、やっぱり。
実際話したら、うん、ちゃんとそこで意見をちゃんと言い合ったら、うん、あ、こういう面は自分が言い過ぎたとか、まあなんかそういうちょっと調整をしながら、まあ対話ってするじゃないですか、うんうん、そういうこともせずしないからこそ文句言うんですよ、ね、そういう人。選挙が対話のきっかけになったらいいですね。そうなんですよね。だからそのなんか健全を何とかしてやろうっていうよりそういうことではなくて、というかそういうことよりもその本当に人と人がコミュニケーションを取ることっていうのが本当大切なんだっていう、コミュニケーションを取っていこうよっていう、なんかそっちの方が割と強いというか、だからこそ私の存在がみんなの声ですっていうのは、まあそういう気持ちなんですけど、まあ、ただそれね、あのコミュニケーション取ろうよっていうのを一体政治の場でどう反映させるんですかというね、質問が来ると思うんですよ。まあそれに答えるの結構難しいから、そうですね、うん、まあでもどうにかしてくれとか何がしたいとか、まあきっとそうやって実際その本当にそういう政治とかになった時には、まあそういう要望とかですよね、なんかそういうのがあったりこうしてくれよっていう意見が、うん、っていうのもまあコミュニケーションには入ってくるけれども、どうなんですか、ね、まあ、ですから学校でね、うん、そういう子どもたちがこう対話の、ね、練習をするような、うん、そういう時間を増やしてくれとか、ね、うん、例えば、ね、うん、なるかなという、うん、そうですね、はい、だから暗記物というのはね、あのばっかりじゃなくって、うん、でもまあそういうふうにちょっと、まあ、プレゼンしたりとかそういう授業とかはまあ増えつつありますけれども、うん、もうちょっとそうですよね、なんかこう、あとなんか市議会のとか県の傍聴にちゃんと子連れの人が行けるとかね、うん、あ、雰囲気作りとかね、一応なんか愛媛県はなんか県議会はキッズ用のなんかページとかを作っていて、県議会こんな感じですみたいな 3ページぐらいのページはウェブサイトで作ってはいるんですけど、まあでもそうですよね、傍聴それを親子でっていうことは、まあ、お母さんが行く気にならんといかんので、やっぱそういう人たちに興味を持ってもらうっていうのも一番ですよね、うん、本当は学校のツアーでなんか来たりとかあればいいのにね。そうそうそう、そうすると見られてる感があって汚職がしにくくなったりとかあるかもしれんし、なんかあ傍聴でツアーがあるのか分かんないけど、一応まあね、県議会のあれはなんか見学はできるけど多分いない時かもしれないね、終わってない期間に多分そういう一応なんか学校向けになんか一応ツアーというか、あの研修のプログラムで入れれるっていうことはできるみたいなんですけど、もうちょっとやっぱお母さん世代、子供たちって多分 何も別に言わなくても意外とやっぱ純粋だし本当に汚れてないので、なんか行きたいとかやっぱ興味持ったりとか、こんなことしたいっていうのはあるけれども、やっぱり親がそれを止めてしまって目つんでしまったりっていうのが、で自分も分かんないからそんなの関わらんでいいみたいな話になったりとかなると思うんですよね、まあ、ですからね、あの子どもたちに直接ねそういう意見を言うとか、うんうん、いう場をねもうそんな親から切り離して、うんうんうん、教育現場でね、うん、やってしまうということが大事かな。そうですね、どうして意見交換、選挙の間にそういうキャンペーンしたらいいのか、なんかディベートっていうと重いけど、うん、子どもたち同士が話しながら絵を描きながら話すでもいいし、うん、何かのテーマを話し合うとか、なんかこういうふうなコミュニケーションがもっとできる、言いたいことが言える世界を作りたいっていうミキティさんのイメージを可視化するっていうか、そういうことをしながらやったらいいのかも。そうかも、イベントとして、でしかもこの方が楽しいよみたいな、その反原発とか、アンチだとなんかしんどいし辛いし怒りのエネルギー嫌いみたいな感じ、面倒くさいの関わりたくないみたいな話になるからね。そうそう、なんかいろいろ話してすっきりして、あの楽しかったとか、自分の話を聞いてもらってこういうリアクションが返ってきたからとか、なんか本当は会話ってすごく深いものなのに、みんな iPad やテレビと見て一方的に情報を受ける側みたいな感じで、自分から発信してそれに玉が返ってくるみたいな、そういう喜びがないよね今の世界に。それを作り出すみたいのはなんかいいのかも。リアルなコミュニケーションっていうのがやっぱり本当にドブ板というあれじゃないけど、やっぱり本当に
リアルっていうのは本当大事だなってやっぱりまあ子どもたち見ててもそうだし、実際まあ本当ネット普通にね、フェイスブックだなんだやっててもそう思うし、本当にそれはそうですよね。やっぱリアルにコミュニケーションを取ることの大事さと面白さ、面白さが先かな。でしかもその本当にちっちゃいコミュニティの中じゃなくて、ちょっと違うコミュニティの人とそういうことができたら楽しいかなと。まあいつもいる 2,3 人のお母さんグループで話してるんだったら、まあ普通の井戸端会議だけど、そこじゃないグループの人たちともそれをこう輪を広げていくというか、そういう人たちとも同じようにコミュニケーションを取っていくっていうのが楽しいって思えるような、なんかそれこそそういうさっきのディベートじゃないけれども、うん、そういうなんか対話しながら、何かをみんなで書きながら対話しながらっていうのってすごい、うん、そういうワークショップやろうか。いいね。なんかやっぱりその、うん、出る人のイメージを大事にしながらイベントやらないと、なんか単にお祭り騒ぎみたいになってもいけないから、ミキティさんが考えてることをより伝わりやすくするような、とりあえず2月にちょっと大きいイベントをやりたくて、うん、じゃあ太郎くんも、まあ、まず2月の中旬ぐらいを目処に1回来てもらってみたいなので、ちょっと今話をしてるので、太郎さん来て盛り上がるときに太郎さん交えて話し合いながら、そうとりあえずあの26に会うので、太郎君そこで大体のスケジュール感を決めてしまいたくて、うん、一応3回は来てほしいって言ってて、さすがに3回は来るって言ってるので本人も、その3回の来方を、うん、これなんか多分言ったもん勝ちなんで、他の候補あと3人いて、多分今回出るの4人、太郎君とか意外と少ないんだね。 でも、うん、まあ、変にもできたら他の候補とも調整して、うん、でぜひちょっと他の候補のインタビューとかもこう一緒にやらせてもらって、うん、みんなで戦ってるんだっていうのにやっぱしたい、うん、それをまたネットとかで発信していくことで、あ、実は自分も同じこと思ってる、じゃあ出ようかなみたいな人増やしていくみたいな感じ、ね、正直今回は間に合わないと思うけど、うんうん、あんま変になんか急にバッて言うのも、うんうん、なんかやっぱりね、そんな簡単なもんでもないので、ただそうやってみんながやってるんだっていうのを、さっき言った全国マップで、うん、あ、ここも立ち上がってる、あそこも立ち上がってますみたいな、うんうんうん、だからそういう一覧を作りたい。それこそさ、太郎さんのところもそうだし、ひょっとしてその社民党とか、勝手に超党派でもう作ってやる。いい、だって勝手にやる、2人でやればいいね。そうそうそう、だから革命放送局で、うん、勝手にやればいい。あ、そうだね、うん、全然、心ある立ち上がってる人を勝手に応援しますと、うんうん、来週ミキティちゃんも出てます。革命放送局、革命放送局クリスマス特番、クリスマス特番なんで、どっか行くの、家どうすんの。あのね、シバリーがね、ガザをね、ガザのイベントで大阪に行くから、でもね、行くのもね、うち大阪から2時間かかるから、帰ってくるの大変だから、だから子供たちと私は家でお留守番して、まあ、ケーキとか食べて、じゃあ一緒に、その9時からのイベント、もしかしてシバリーが9時に間に合うかもしれないけど、多分間に合わないと思うんで、まあ、私と子供たちだけでやろうかなとか思ったりしてる。じゃあ、両家のクリスマスパーティー、うん、クリスマスパーティー、そのために今日クリスマスツリーも飾ったし、いや、聞き続けないといけない、うん、いや、でもせっかくなんでね、他の人たちをちょっとなるべく早くインタビューして、うん、で、他の動きもあるやん、あの辻めぐむさんの話とか、うん、いろんな動きがあるの で、うん、でそういうのをどんどん上げていって、うん、なんかみんなでやってますか、うん、でもう一個はさっきの自民党に裏切られたリストじゃないけど、ちょっと名前変えて、うん、でそれ作ってみんなで配ろうぜ、選挙戦と合わせて、うん、そう、よく読んだら腹立ってくるって、ね、そうそう、読んだら腹立ってくるっていうのを、うん、だって名前書いてないから候補の、うん、多分配れるよ、うん、きっと、うんうん、どうせ配るんだから、うんうん、だからビラに挟んどいてもらって、うん、各候補の、うん、でもそれ絶対プラスになるよ、うんうん、腹立つよ、ちゃんと読んだら。お母さん選挙出るのどう思うの？はい、どう思う？どう思う？いい？いい？いいの？子供公認です。いい、いいね。まあ、頑張ってほしいよね、子供たち守ってほしいね。子供たち守るママかっこいいみたいな風潮も作っていきたいんだけど、なんか、 かっこいいですよ、そんな。かっこいいよね。まだいない、少ないけどね。少ないのかな。なんかね、そうやってかっこいいってもてはやされるのではなく、なんかみんな被爆
被爆気にしてる人とかアレルギーっぽいとか集落から孤立していってしまってる現状があって、もうちょっと孤立しないでなんかこう楽しそうにやりながら友達も増えて当たり前にこっちの方がかっこいいんだけどって感じにしたいんだけど、うん、なんか私は恵まれてるのかな、地元に少ないからね、どうして変な人に見えすぎない方がいいのかな、そのためにそれもあって私今日真面目な格好してきて、そうそうそう、サンタっていう話はね、そうそうそう、胸焼きサンタでいないだけすげえ見たらどうしようと思ってカーンみたいなでなんか選挙の票落としちゃ悪いしなとか思って、まあそんなんで今待ってるみんな、そうそう、もうこのぐらいで、あと私